どうも、浪曲師の京山幸太でございます。はい、今日は私のですね、自分一人の浪曲会がある日なので、その一日の様子を皆さんにお届けしようと思ってます。まあ今日の会は、まあなんていうかな、一人会って感じかな、勉強会、独演会ではないんですけどね、勉強会みたいな感じなのかな、どっちかというと。はい、まずざっくり言うと、なんか我々の会の種類っていくつかあるんですけど、まず寄席の出番みたいなことですよね。あの他の芸人さんがずらーっと出てる中の出番の一つをもらうみたいなのが、まあ、寄席ですけれども、寄席の場合はまだ特に自分たちなんて若手って呼ぶるんやので、後でいわゆる師匠とか呼ばれるようなあの方が出て会をきっちり締めていただけるということもあって、割とまあ自由にやらせてもらえたりとかするんですけれどもね。落語家さんとかやと、こう前の方やとあの軽いネタ、前座話とか言うんでしょうかね、をやるっていうような、なんとなく暗黙のがあるそうですけど、浪曲っていわゆるその前座話みたいなのがなくて、どれも結構重たいんですよね。まあ、その中でも特に重たいとか軽いとかはあるんで、そんなにむちゃくちゃ重たいネタを最初の方の出番でやるっていうことはほぼないんですけれども、でもそのむちゃくちゃ軽いネタをやるわけではないっていうのは、なんか浪曲の、珍しいとこかなと思ったりします。ほんでさっきちょっと言葉が出てきた、まあ、勉強会っていうのが、これはまあ一人であったりとか、あるいはまあ何人か若手でこう合同で催すみたいなこともあるそうですけれども、まあ、名前の通り勉強をする力をつけるための会で、割と自由にやりたいネタを、かけたりする、覚えたばっかりのネタであったりとか、これを磨いていきたいなみたいなネタとかを好きなその日の気分でこうかけていくようなイメージですかね。いわゆる独演会っていうもっと大きい会に比べると、やっぱ勉強のための会なので、割と入場料が安めに設定されてることが多いのかなというふうに思います。で、独演会というのが、まあ、さらにそれの大きいバージョンといいますか、もう自分の、例えばもう京山幸太独演会なら、この京山幸太の今も持ってる力、これですよ、もうどうぞみたいな、もう今までの集大成どうぞみたいな、なんか気合意気込みがある気がします。この独演会は自分で自主的に興行することもあります。この間の自分の10周年なんかもそうですね、自分の主催で、あるいはあの他の主催興行主さんとか主催者に呼んでもらって独演会を開催することもあります。で、もう一つあるのが、まあいわゆるあの営業っていうやつですよね。本当にもイベントとかに主催の方からギャラをもらっていくという、これはまあ、ちゃんと雇われていってる分、ネタもちゃんと受けるネタをしたいし、あのちょっと勉強会とはやっぱり違いますよね。ちょっとこれ試したいなとかじゃなくて、ちゃんとこれはもう受けるものをこう自信を持って持っていくっていう感じですかね。それなりに出演料もねいただくわけですから、ということで、まあなんとなくそれぞれ意識みたいなのは違うかなと思います。もちろんもう泥舞台も精一杯やるんですけど、やっぱりこの独演会っていうのが自分の京山幸太っていう看板をドーンとこうお見せしないといけない会なので、まあ独演会がどうしてもこの宣伝をしないといけないとかいう面でも、芸人本人の負担が一番大きい、一番気合が入るのかなと思ったりします。だからこう寄せとか勉強会とかに出て、まあ、実力もつけて、でアピールもして、ほんでまあ、営業とかも呼んでいただく、買っていただくみたいなところの役割になってるのかなというふうには思いますね。今日の会はその中では、まあ、どれ勉強会というタイトルではないんやけど、どれに近いかっていうと、まあ、独演会ほどの規模ではないんで、勉強会にまあ近いのかなというような会を、本日ございますので、早速行きたいと思ってます。舞台の用意ができまして、ずらっとなんか今日持っていくものを並べてみました。まずこちらの風呂敷なんですけどね、こうやってちょっと開けてみるとね、扇子とちょっと紐バレた、適当に紐を畳んでることがバレたもうちょっとちゃんと畳んでます帯で、これは着物でしょ、
ほんで前回 の、 あの温度の様子の動画とちょっと違うのは、その河内温度じゃなくて浪曲なんで、これ袴を履くということで、袴と袴を履く時の板ですね、綺麗に形がなる袴板というのもプラスされてますね。でまあこれが、まあ、いわゆる掛け、テーブル掛けっていうやつで、浪曲師の、まあ、舞台道具ですよね。前とかにバーっとかける布です。ちょっとこれを今広げるとかなりとんでもないでかさなので、一人で畳めないのでちょっと今は広げれませんけど、テーブル掛け。ほんで、あ、これがだから、あの着物を下に着る襦袢とかハンカチとか足袋とか、あ、足袋入れ忘れてる足袋入れ忘れてました。助かった、確認してよかった。でこれがですね、このまあ、あの着物とかを畳むときに敷くための敷物なんですよね。本当はなんか紙の素材が多いんですけど、それだと破れやすいんでビニールのが売ってたんで買いました。でこっちがまあ小物類、これが木ですよね、ちょん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 って打つやつ、木。でこれがまあ草履、草履、履物、履物ですね、草履です。でここが、まあ、湯飲みが入っております。浪曲師はこう浪曲節の合間合間とかで喉を潤すためにこういうなんか湯を入れてやってるんで、飲むんでね、ちょくちょくと湯飲みとか入ってて、まあこれプラス、まあ、ちょっと配るチラシとかが入ったりするのが大体の荷物ですかね。いやすごくないですか、さっきの荷物こんなリュックに収まるんですよ、うん、なんか不思議やわ。まあ、用意もできたので行ってきます。会場の、今日の会場のポケット浪曲寄せに着きました。チラシも貼ってくれてて、すごい、うちの家紋、お、京山の紋もあります。でなんとちょっと今回から京山の方の旗があるじゃないですか。会場でございます。これからちょっとセッティングとかリハをしていきます。神だ小金だ神のようだ、神が絡んだ高島だ、芸は売れどもみさお。まもなく開演でございます。大入りで追加の席も出そうでありがたいなと思います。今日はですね、作家の町田光さんが書き下ろしていただいた三条凡事っていうシリーズの中のお話と、むちゃくちゃ久しぶりにする長編の浪曲と2席でございますので、珍しい2席なので頑張ろう。無事に終わりました。大入り満員でございまして、今までで一番多かったんちゃうかな。ありがとうございます。新作のその、町田光さん書き下ろしの方の三条凡事も結構今回浪曲を聴きに来たお客さんで、町田光さんファンっていう感じじゃなかったんですけども、あの受ける感じだったから良かったなと思います。どんどん書けていきたいなと思います。今日も無事に頑張りました。こんな感じで自分の会をちょくちょくとやっております。